はい、あきらです。久々の、N1RS ですね。最近ね、これ N1 で室内撮影するときどうやってんのっていう質問があったんで、自分なりの撮影方法ですね、室内どうやって撮ってるかっていうのを説明したいと思います。バイクで、動画撮るときは、ソニーのカメラを使ってるんですけども、N1 で車内を撮るときにはね、この GoPro のね、ちょっと昔のやつですね、 Hero 4っていうのを使ってますね。これね、中古で安かったんで買ったんだけども、これ Hero 4のこれはね、手ブレ補正がついてないんですね。だから手持ちで撮るとね、ブレブレになっちゃってあんまりよろしくないんだけども、画質自体はね、最近の GoPro とそんな変わんないらしいんですよ。直接マイクつけなくてもね、この辺につけておけば、声も拾ってくれるんでね、これ室内で撮影するときには、いいんじゃないかなと。室内というか、車に固定して、撮影するのにはね、非常に重宝してますね。でこれ画質自体はね、ソニーのやつと比べてもそんなに遜色ないっていうかね、色味だとかがね、あんまり違和感ないですね。中華製のね、安いやつだとね、なんか色味がね、どうもなんか違和感があったりとかするんだけども、さすが GoPro ですね。古くてもね、撮影用のカメラをどういうふうに固定してるかなんですけども、ちなみにこれ下についてるのは、これ100均で買った三脚ですね。こういうね、ホームセンターで売ってるステールにこれハンカチを巻いたやつなんだけども、それを、スタンドにくっつけてこういうものを作るんですね。でこれをどうやって固定するかっていうと、このヘッドレストに挟むんですね。これ取れてるかな。でこんなんでやれば、ほぼ、うまいこと固定できるんで、一応この距離だとね、普通に喋れば声も入るんで、特別マイクつけなくてもいけるんですね。これだとね、角度も変えられるんで、いい感じかなと思いますけども。ちなみにね、このちっちゃい三脚の先がシートにくっついてた方がグラグラ振動しなくていいんですね。これをつけて、走ると、こんな感じの動画になるんですね。はい、アキラです。また N1RS6MT、に乗ってますね。はい、ということで今回は N1 で撮影する時の機材の説明でした。今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。